キシユタのインスタグラムストーリーが語る、リアルタイムな感情。ファンと共感し、絆を深める秘訣。エムステの楽屋前での写真が投稿された時、多くのファンが興奮し、その光景を想像しながら喜びを感じました。キシユタという名前がファンの心に刻まれるたび、それはまるで特別な魔法がかけられたかのような瞬間です。彼の存在は、ただのアイドルとしての枠を超え、 私たちの生活の一部となり、日々の喜びや励ましをもたらしてくれる存在です。岸優太がインスタグラムに投稿するストーリーの一つ一つが、彼のファンにとっては大切な宝物であり、その日常の中で感じるささやかな幸せを共有してくれる手段です。彼の投稿が SNS 上で話題になるのは、その背後にある彼の自然体な魅力や、ファンとの距離感の近さが大きな要因となっています。 M ステの楽屋前での写真が投稿されたとき、多くのファンが興奮し、その光景を想像しながら喜びを感じました。岸優太が無邪気に遊んでいる姿、LINE を打つメンバーの前でリラックスした様子を見せる姿、それらはただのアイドルの日常の一コマかもしれませんが、ファンにとってはとても特別な瞬間です。まるで友人の近況を知るかのように、彼の姿を見て、かわいい、とほほ笑む瞬間は、 ファンにとって心温まるひとときです。こうした投稿が多くの共感を呼ぶ理由の一つは、ガン・ユータの持つ、親しみやすさにあります。彼の素朴で無邪気な一面は、多くの人々にとって親しみやすく、まるで彼が自分の隣にいるかのような感覚を覚えるのです。さらに、彼がストーリーに込めるユーモアや遊び心も、ファンとのコミュニケーションをより豊かにしています。例えば、ガラス越しに撮られた写真や、 エムステ前のリラックスした姿は、ファンにとって、次はどんな表情を見せてくれるのだろうという期待感を抱かせます。それに加えて、彼のストーリーが持つもう一つの魅力は、その、リアルタイム性です。ファンは彼の投稿を通じて、今この瞬間に何が起こっているのか、どんな気持ちでいるのかを感じ取ることができます。岸優太がストーリーを投稿すると、ファンはすぐに反応し、 そのの場での感動や驚きを共有しますこの今ここで起きていることに参加できる感覚がファンにとって非常に大きな価値を持っています。さらに彼のストーリーが特別である理由はその感情の共有にあります。彼が投稿する写真や動画にはただの映像以上のものが込められています。それは彼の感情や思いが反映されておりファンがそれを受け取ることで まるるるでで彼と感情を共有しているかののようなな気持ちになるのです例えば、「エムステ」でのパフォーマンス前に見せた緊張感や、ガラス越しの微笑みには、彼がファンに伝えたいメッセージが込められており、それをファンが受け取ることで、彼らとの絆がさらに深まっていきます。このように、岸優太のストーリーは、ファンとの間に特別な絆を築くための重要なツールとなっています。それは、彼の素朴さや親しみやすさ。 そしててリアルタイムでのの感情の共有を通じてファンに対して常に新しい感動や驚きを提供してくれるのです。また彼の投稿が話題になるたびに SNS 上で多くのファンがその内容について語り合い共感し合うことができるのも彼のストーリーが持つ大きな魅力の一つです。このような魅力を持つ岸優太のストーリーは彼のファンだけでなく一般の人々にも広く受け入れられています。それは 彼の投稿が単なるエンターテインメントとしてだけでなく、私たちの心に響くメッセージを含んでいるからです。彼が見せる無邪気な笑顔や、時折見せる真剣な表情は、私たちにとって励ましや癒しとなり、日常の中での小さな幸せを感じさせてくれます。岸優太の存在は、まさに、癒しの存在であり、そのストーリーを通じて私たちに多くの喜びや感動を与えてくれます。 彼の投稿を見て笑顔になる瞬間、彼の声を聞いて元気をもらう瞬間、すべてが私たちの日常を少しずつ豊かにしてくれるのです。彼のファンであることは、ただ彼を応援するだけでなく、彼と一緒に成長し、彼の存在を通じて自分自身も前向きに生きることを教えてもらっているような感覚にさせられます。岸優太が持つこの特別な力は、彼がアイドルとしての枠を超えて、 一人の人間として多くの人々に影響を与えていることを示しています。彼のストーリーを通じて私たちが感じる感情や思いは、まさに彼の人間性から来るものであり、それが多くの人々に共感され、愛されているのです。彼の投稿が話題になるたびに、私たちはその背後にある彼の思いを感じ取り、彼との絆を再確認することができるのです。このように、岸優太の存在は、 私たちの日常において非常に大きな影響を与えています。彼が見せる一瞬一瞬の表情や仕草、そしてその背後にある思いは、私たちにとってかけがえのないものであり、彼のストーリーを通じて感じる感情や思いは、私たちの心に深く刻まれています。彼のストーリーがもたらす感動や喜びは、私たちの生活を豊かにし、彼との絆をさらに強くしてくれるのです。岸優太のストーリーは、 たただののののエンンターテイメントでではなななく彼との心のつながりを感じるための大切な手段です彼が私たちに見せる姿や思いは私たちにとって大きな意味を持ちその一つ一つが私たちの日常を彩ってくれます。彼の存在が私たちにとってどれほど特別であるかそれは彼が見せる無邪気な笑顔や真剣な表情そしてその背後にある彼の思いから感じ取ることができるのです。 岸優太のストーリーを通じて感じることのできる感情や思いは、私たちにとって非常に大切なものです。それは、彼が私たちに伝えたいメッセージを感じ取り、彼との絆を深めるための手段であり、その一つ一つが私たちの心に深く響くのです。彼のストーリーがもたらす感動や喜びは、私たちの日常を豊かにし、彼との絆をさらに強くしてくれるのです。私たちは、彼のストーリーを通じて、 彼がどのように成長しているのか、どのような思いでいるのかを感じ取ることができます。それは彼との心のつながりを感じるための大切な手段であり、彼の存在が私たちにとってどれほど特別であるかを再確認させてくれるのです。岸優太が私たちに見せる姿や思いは、私たちにとって大きな意味を持ち、その一つ一つが私たちの日常を彩ってくれるのです。岸優太が見せる姿は、 単なるアイドルのパフォーマンスにとどまらず彼の人間性や感情が色濃く反映されています。彼が投稿する一つ一つの写真や動画には、彼自身の気持ちや思いが込められており、それがファンにとって非常に大きな意味を持っています。彼のストーリーを通じて私たちは、彼の感情の動きや日常の一コマを感じ取り、彼との距離感を縮めることができるのです。岸優太のストーリーには、 彼がが私たたちに伝えいいメッセージが込められています。例えば、エムステの楽屋前で見せるリラックスした姿や、ガラス越しに見せる微笑みなど、すべての投稿には彼自身の思いが反映されており、それがファンにとっては大きな喜びとなります。彼の投稿を見たとき、私たちはただ単に彼の姿を楽しむだけでなく、その背後にある彼の感情や思いを感じ取ることができるのです。彼のストーリーが持つもう一つの魅力は、 その共感を生む力です。彼の投稿を見たとき、私たちは彼と感情を共有することができ、彼の感じていることや思っていることを一緒に体験することができます。これは、単なるアイドルファンとしての距離を超えて、彼と深い心のつながりを感じることができる瞬間です。彼の投稿は、私たちが彼と共に喜びや感動を分かち合うための大切なツールとなっているのです。岸優太の存在は、 彼のファンににとっってて非常に特別な意味を持っています彼のストーリーを通じて感じることのできる喜びや感動は、私たちの日常を豊かにし、彼との絆を深めるための大切な要素です。彼が見せる無邪気な笑顔や真剣な表情、そのすべてが私たちにとって貴重なものであり、それが彼との心のつながりを強める手段となっています。岸優太のストーリーがもたらす感動や喜びは、 私たちの日常常ににおいいてて非常に大きな意味を持っています彼の存在が私たちにとってどれほど特別であるか、それは彼が見せる一つ一つの瞬間から感じ取ることができるのです。彼が私たちに伝えたいメッセージや思いを感じることで、私たちは彼との絆をさらに深めることができ、彼との関係をより豊かにすることができるのです。このように、岸優太のストーリーは、ただのエンターテインメントではなく、 私たたちとの心のの心ながりを感じるための大切な手段です彼が見せる姿や思いは私たちにとって非常に貴重なものでありその一つ一つが私たちの日常を彩り彼との絆を深めるための重要な要素となっています彼のストーリーを通じて感じる感動や喜びは私たちの日常を豊かにし彼との関係をより深めるための大切な手段となっているのです 岸優太の存在が私たちにとってどれほど特別であるか、それは彼が見せる姿や思いから感じ取ることができるのです。彼のストーリーがもたらす感動や喜びは、私たちの日常において非常に大きな意味を持ち、彼との心のつながりを深めるための大切な要素となっています。彼の存在が私たちの日常にどれほどの影響を与えているのか、それを考えると、 彼ののストーリーリを通じじじて感じる感感る情や思いの大切さがより一層感じられます。私たちは、岸優太のストーリーを通じて、彼との心のつながりを深めることができ、その一つ一つの瞬間を大切にすることで、彼との絆をより強くすることができます。彼の存在が私たちにとってどれほど特別であるか、それを再確認することで、彼との関係をさらに豊かにし、彼との心のつながりを深めることができるのです。 あなたは、岸優太のストーリーがどのようにあなたの心に影響を与えていると感じますか彼の投稿を通じてどのような感情や思いを共有し、彼との絆を深めているのでしょうか彼の存在があなたの日常にどのような影響を与えているのか、一緒に考えてみませんか